さんこんばんは。ハッピーハロウィン。これは俺じゃないから。今日は7000円突っ込んで1万7500円かな。1万ちょっと、1万500円買ったかな。1万500円とコーヒーとヤクルト、エースとヤクルト買った。ありがとうございました。バンブーさんコーラは今日はコーヒー、カフェオレ1本とヤクルト、エースとヤクルトにしといた。ヤクルトとヤクルト、エースは嫁を。貧乏トレーダーさんすごいじゃん。ハッピーハロウィン。7000円が1万7500円なんだよ。この店で負けないんだけど、僕この店だいたい設定6積もれるんだけど、もう僕が大嫌いなハッピージャグラーの設定6積もってしまって、もう1箱半ぐらいでもやめたけど、もう閉店までおるの嫌なんで、ちょっとでもハマった閉店までおるの嫌だから、260回270回ぐらい回してやめやめ帰ってきたよ。しかも500円玉、これ古い500円玉だろ。貧乏トレーダーさんそこだけに行けばいいじゃん、ね、ここだけに来ればいいんだけど、ここで買ってばっかりだったら目つけられてそのうち止められるだろう。ここの店負けたことないんだけど、あ、負けたこと1回だけあるけど2000円しか負けたことない。2000円負けて1000円買って、この間は別の店でついてるな。ハロウィンのやつ撮影してコンテスト出してるからね、投票するように皆さんね、まあ採用されるかどうか知らないけど、ハロウィンのやつね撮影して投票応募しといた。貧乏トレーダーさん500円札じゃねえ。500円札？バンブーさん500円札の間違いや。あ、500円札？500円札はないだろう今の時。あ、よかった1万円取り返した。13万も負けてるのに1万円取り返しても何にも嬉しくないんだけど、全然嬉しくないんだけど、しかも僕の大嫌いなハッピージャグラーを2時間も出されたんだけど、もう帰るわ。帰ります。帰ってカルパス食いながら熱燗飲みます、ね、時給3000円のお仕事終了です。13万負けてるからね今月。そんなもん1万とか取り返したところでね、もう焼き石に水なんだよ。1万とか取り返したところでね、もう焼け石に水なんですよ。あと12万もどうせっちゅうねん。ああ。おらんかな。どっかで風俗で働いてくれるお姉ちゃんおらんかな。寒いからもうお家帰ってお家でツイッターでやるわ。うちの18歳が
あの地元に帰ってなんかダックスフンド買うたらしいぞ。バカかあいつは。ダックスフンドなんか買ったらもうお前二度と何あのあれじゃないか、あの出稼ぎ来れないだろう。隣の隣の隣のえ隣の隣の隣の県の18ちゃいがね、あのまあうちの在籍でいてるんだけど、地元帰ってダックスフンド買っちゃって、そんなん買ったらもう出稼ぎ来れねえじゃねえかみたいな。何のために買ったのみたいな、よくわかんないんだ。まあ、出稼ぎに来る気ないんだろうな。まあ、別にペットホテル預けてくりゃいいけどさ、ペットホテル高いぞ結構、言うときますけど。11月は閑散期だからいいかもしれないけど、12月なんて繁忙期だから何をしても高いぞ。はぁ、ということでね。ジャグラー簡単。陰謀トレーダーさん、iPhone 生き残ってる。iPhone 生き残ってるよ。あの、ゼロ化寸前で自分でロスカットして、ね。で、L や S や繰り返して、どん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 残高減らして、今5000円ぐらいで生き残ってるよ。昨日、原油 S する前3万あった口座残高、今5000円しかないんだけど。2万5000円、負けてスロットで3万負けて、昨日5万5000円5万6万ぐらい負けてんだけど、もう人生何もかもやる気ないわ。もう何もかも負けてんだけど、人生に負けてんだけど、今だからトルコ園とね、トルコ園とザー園だけロングしてるんだけど、もうこんなもんいつになったら、まあまあプラスっちゃ、まあザー園めっちゃマイナスやないか。ほんでせっかくトルコ園が5000円プラスなのに、ザー園が2400円もマイナスなんだけど、有効冬だから4200円しかないわ。あー、どっかに花火師いないかな。うちの枠にもさ、ミカボとかあのフリーザとか塾長みたいなバカ来ないかな。バカがバカ投げしてくれないかな。バカがバカスカ投げてくれないかな。あはははは。世の中って不公平よね。絶対不公平よね。バンブーさん、花火の季節は終わりました。そやな、まやでな、大花火でもいいんだけど。っていうかもう誕生日月今日で終わりだから、バースデーケーキとかろうそくとかもらえるのも今日までなんだけど、もう10月今日で終わっちゃうから、バースデーケーキとかももらえない。今年1個ももらってないんだけど、1個ももらってないんだが、バースデーケーキ1個ももらってないんだが。バンブーさん、誕生日おめでとう。ありがとうございます。ね、カリちゃんさん見に行きたいな、あのたこ焼き焼いてはる人。でも買いに行ったらリスナーだろ。陰謀トレーダーさん、そうだそうだ、花火は終わりです。バンブーさん、以上終わり。マジか。ソリイケカリちゃんってあのテキヤの人面白いよね。もしかしてこれパケシしてんじゃん。パケシしてるわ、お店携帯の。なんかツイッター重たいと思った。パケシしてるわ。まあ僕のこの枠はね、いつも通りの枠に戻りましたよ、もうすでに。もういつも通りの枠に戻ってるよ。ハッピーハロウィンの日にね、1万円買っててよかった。昨日3万負けて、その前1000円買って、その前5万負けて、5万負けてんのに1万円買ってよかった。ああよかったよかった。ああもう世の中死んでしまえよ、お前ら。沈没しろ、地球爆発しろよ。
チンコ行かない日ないよね。すごくない？パチンコ行かない日ないんだけど。もうこれからね、大手行かないです。一日産とか、マルハンとかアローグループとかシカイローとかあの辺の大手グループはね、イベントで僕は呼ばれた時だけ行く。もうあとはもう地元のパチンコ屋をね、ネリ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 して遊んどくわ。ネリ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 して、地元の小さなパチンコ屋をネリ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 して、地元のパチンコ屋覗きに行こうか。あ、もう一軒覗きに行こうか。まだ10時だろ。10時過ぎてるだけだから覗きに行こうか。いやもういいわ、月末死んでるのを見に行ったって楽しくもなんともないわ。帰るわ帰るわ。広告代をクラウドファンディングで集めないとね、いつまでたっても面接配信とかできないよ。送迎配信とかだからもう僕もね、ツイキャスに移りますから。で、皆さんもツイキャス来るようにね。フワッチはもう終わりですよ、ね、フワッチなんてアイテムももらえないんだしね、稼げないんだからね。ツイキャス行ってキートスしますから僕で、キートスするのに300時間配信しないといけないから。貧乏トレーダーさん協定まだ、ね、300時間配信しないとキートスできないから、ツイキャス行きますからね。皆さんもツイッター、ツイキャスに来るようにね。まあツイッター僕アカウント凍結されてるけど、うん、なんでアカウント凍結されてるのかよくわかんないんだけど、アカウント凍結解除できないんだが、あれどうしたらいいの。ツイキャスのアカウント凍結されたまま解除できないんだけど、誰か解除の仕方教えてよ。解除できないんだが、不便で仕方がないわ。ツイキャスできないと。バンブーさん無理や。なんで無理や。ツイキャスのアカウント解除しろよ、凍結。不便で仕方がないわ。はあ、まだ15分もあるぞ。パチンコ屋から換金して帰ってくるまで15分しか経ってないぞ。すごくない？15分で帰ってこれるパチンコ屋ってすごくないですか？やっぱね、ジャグラーはね、2万も3万も5万も10万も突っ込んだらダメよ。だって出ても2万出ないんだから、頑張って2万弱ぐらいだろ。バンブーさん今日のご飯は？今日のご飯何なんだろうな、わかんない、昼過ぎ夕方前にバンブーさんお鍋ラーメン食べたんだけど、ラーメンは食べたんだから。もう大阪結構寒いよ。もうあるよ、ロンティーにパーカー着ててももういいぐらいやからね。去年の今頃はもうやってたけど、ラファエルみたいな格好して。貧乏トレーダーさん、ヤスヨさん食べるなよ、ね、ラファエルみたいな YouTuber らしい格好して配信しますよ。帰ってきたぞ。よし、帰ってきたぞ。よし、嫁には土産も買ってきたことやし、ね、嫁の病気でもいいことでしょうから。よしよし、あいつは、あ、そういえば行くの税務署からなんか来てるな。回答は任意ですって来てるんだけど、ドアが閉まります。なんだこの郵便調査票は、貴殿等が取引先法人事業者から消費税の転嫁拒否等の法律上までなる行為を受けていないか、被害を負っていないかの実態を把握するために随時発送しているものです。回答は任意です。なんだこれ。7回です。よし、帰ってきたぞい。嫁に内緒でパチンコです。嫁が出かけてる瞬間に、合間にパチンコ行ったから、多分嫁びっくりしてると思うんだけど、あんたどこ行ったんみたいな。
私ちょっとフラッと出て行った瞬間にあんたどこ行ったんって思ってると思うんだけど。いたずーい。なんか箱が歪んでるんだけど。箱が歪んでるんだが。ということでね、ありがとうございました。いつもいつもたくさんのアイテム、花火、コメントありがとうございました。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあバーバー言うとりますか。さよなら。貧乏トレーダーさん、西川先生復活しないの。パンブーさん、次枠。次枠はもしかしたら、後ほど晩酌枠をするかも。